おいーっす、始まきよしろだよ。まあね、雑談ですね。いや、最近チャンネルメンバーシップっていうのができたじゃん。すごいな。はぁ、な、喋り始めたら吐いてくなった。腹立つな。なんでだよ、なんでそんなに俺に雑談させたくないんだよ。もうマジ腹立つ。あ、いってんな。それはいいとして、いや、なんかね、チャンネルメンバーシップよりも先に話したい。あの、歯の糸が届かないんだよ。配当頼んだのに。めちゃくちゃかかりそうだよ。腹立つなマジで。配当の分際でよ、なんでそんなに時間かかんだよ。腹立つマジで。どこで売ってんだろうな。マーケットとかで売ってるかな。マーケットってとこだ。まあなんかそれのスーパーで売ってたらなんかまあ普通に。本当になん、なんでそんなリアクションする必要があるんだろうな。あんま無理もないし。そこまでやりきれば面白いか。でもそんなやりきってなかったよな。いやでもなんかね、70m のやつ買ったんですけど、あれです、 250m っていうお得用のやつはね、すぐ届くんですよ。でも高いんですよ。でもね、単価はめちゃくちゃ安いんですよ。なんか 1m あたりの単価はね、調べたら 70m 19円くらい、 19.6 円くらいなんですけど、あれですよ、 250m の方10円くらいですから、めちゃ安なんですよね。でもやっぱ日本人はオーラルケアが低いらしいね。ということでね、マジでそろそろは、歯磨き人間になるための準備しごい。いや、チャンネルメンバーシップよ。どういう意見って思うんですけど、俺は何とも思わないかな。チャンネルメンバーシップだからって。俺入ったし、水溜りボンド早く水溜りボンド投稿してほしいなって思うけど、なんか俺はなんかね、お金払ってるからなんか有意義なものを出す場所じゃないとは思ってて、難しいよね。コアな俺たちが見たいんだったらね、その選別みたいな感じだよね。選別みたいなものとして、その文句言わないでねっていうために、文句言わないでねっていうか、まあそんな変な動画、まあ、なんだろうな、お金もまあいいかな。なんかね、みんなすぐお金が絡まるとぐちぐち言うのがなんでって思いますよね。俺は YouTube プレミアム入ってます。今ね、やっぱいつお金がなくなるか分からないんで、入れるうちに入っとかないとっていうよく分からない理由なんですけど、チャンネルメンバーシップと俺はプレミアムに入ってて、プレミアムに入ってるんですけど、もうめっちゃいいね、プレミアム。あの YouTube ミュージックっていうのもすごいいいんですよ。うん、めっちゃいい YouTube ミュージック。やっぱ Apple ミュージックが最強なんかな。どうなんだろうね。Apple Music が最強なんかな。その音楽サブスクでさ、YouTube Music っていうのは利用できるっていうのか、なんか広告なしで使えるみたいな感じなのかな。で、音楽すごい聴けるんですよ。有名な曲いっぱい買い、これはなんだろう、洋楽が好きって言ってもね、あのみんなが聴くような洋楽じゃなくて昔の曲ですよ。なんか俺は昔な曲で有名な曲が好きなんですよ。ねえ。ティルジョロジョロティルジョロジョロアンバーみたいな曲、あれアイナムナムナンみたいな曲があるんですよ。あのティルルルルルって CM で流行ったじゃないですか。 CM で誰か使ってたじゃないですか。あとサチモスのステイチューンですね。あのなんかし、あれで車の CM で Stay tuned for a non-star っていうやつあるじゃないですか。あれいいなーって思ってて、でサチモス何が軍内なのかなーって思ったら、そのステイチューンの曲がね、ならんなブランド着てるやつも軍内みたいなやつがあるんですよ。まあそれがあと3つくらいあったんですけど
でそういうのがあって、だからみんながいじってサチもそうな、まるまる軍内っていうやつですね。うん、まるまる軍内いいっすね。 YouTube ミュージックいいんですよ。アルバム買うのめんどくさいなって人の見えるんで、それも高音質でね、うん、高音質で聴けるっていうのはでかいよ。そしてそれに200円、まあだから YouTube ミュージック自体が980円ぐらいの月額サービスで、それ200円プラスすることによって、あれですよね、広告なし動画保存なんたらかんたらできるよみたいな、そういうのなんですよね。いいですよね本当に。俺すごいやっぱ広告のアンチなんで、テレビ見ない理由なんて、まあ、そもそも番組が面白くないことが多いのと、うん、あの CM が嫌いなんですよ。昔はねよく聞いてましたよ、その CM なんて。 CM いいなって、その CM の、まあ見たことはないけど、あのカップヌードルの Born was to love you、 クイーンのなんか替え歌あるじゃん、あーめっちゃ好きやねーみたいなやつあるじゃん、あれで俺は I was to born love you だっけ、ああいうのも好きだなと思って。 CM の音楽っていいですよねやっぱり、うん、でも俺 CM 嫌いなんだもん今。なんで CM 嫌いなんだろう、クソつまんねえもんな CM。 CM のアンチなんでね、俺は YouTube プレミアム絶対入りました、うん、俺は CM をクソほど見たくないんで、俺ニコニコ動画の見るモチベがないのも、あの広告が出るからなんですよ。でも広告が出るならまだしも、あの YouTube の広告ってめちゃくちゃ悪質で、なんか変な、よくわかんねえね、ジジイ、ハゲたジジイがニコニコ会に入ろうと うざい感じの雰囲気出してくるのが、本当にこれ作ったやつ賢いけどぶち殺したいなって思って、まあ、ぶち殺したいって、まあもうぶっ飛ばしますよ本当に。賢いけど俺単純にそれでニコニコ動画嫌になるから。でもやっぱりそのなんだろうな、追い出しはなんか前に比べて少なくなった感じがする。加藤純一さん生放送でもなんか3回くらいしか追い出されてないし、なアホほど追い出されてはないからいいかなとは思う。プレミアム会員ってやつね、なんそのなんだろうな、ほんと害悪だよね、なんかなんだろう、ド M 専用動画サイトみたいなもんじゃん、ニコニコ動画って。うん、ド M のためにそんな追い出しとかさ、クソ画質とかさ、うん、なんかド M 専用なんだろうなあれは。うん、それも一つの文化ではあるけどさ。あとプレミアム会員再ログするたびにあの広告機能一回外れるっていう、あれ悪質ですよね、むちゃくちゃ。あの広告一回ね、広告つけない機能を解除されちゃうんですよ。で一回広告見なくてもぶち切れそうになるんですけど、まあ、YouTube、 あのニコニコ動画見ないんでね、そもそも。うーん、最近加藤純一さんしか見ないからな。ニコニコ動画なんて ASMR か加藤純一さんかくらいじゃん。ASMR の誠さんとリカさんで人を見るのと、あと DAIGO の有料チャンネルか、なんとなく暇つぶしたいとき DAIGO の有料動画見て、でそれ以外に入るのないよな、なんか。あーでも幕末志士ラジオも、まあ、まあ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 、それはね、そんな感じだからさ、腰痛。まあ、チャンネルメンバーシップについてどう思うかっていうか、そんな批判するような内容じゃないでしょ、始まったかって感じで。まあ俺は入ってますけど、まあすごい東海オンエアは早いですね。いやでもそのなんだろうな、限定公開の URL がさ流出してる話じゃん。うん、流出してますよってなってるんですけど、まあそれでね、まあコレコレさんがなんだらかんだらみたいな感じで、ね、まあコレコレさんがやったわけじゃないけど、うん、それやばくない？東海オンエアの限定動画を流出させてるやつ悪質すぎないか、それは。怖いなぁ、そんな、なんでそうするのって。やめてくれよって思いますね。まあ、そもそも YouTube もいけないんだろうけど、限定公開もチャンネルメンバーシップ限定公開鍵みたいな、なんかそういう専用のやつを作らずに適当にやっちゃってるっていう、そのなんだろうな、金だけ、最近は金にがみついみたいな。いや俺 YouTube プレミアム自体は好きなんですけどね。だから YouTube プレミアムはあれね、あの
YouTube ミュージック聴かないとガチで持ってない。 YouTube ミュージックいいよ、サブスク。俺サブスク好きなんだよな。クロマニオンズとハイローズはね、あんま売ってないんですよ、電子版みたいなのが。あのハイローズはねギリ売ってるんだけど、全部は売ってないんだよな。全部売れよって思いますよね。あのアルバムとかね、直接 CD で買わなきゃいけないんで、まあだから俺は CD でいっぱい買ってますけど、まあ俺はね、自分の雑談で歌ってるシーンが死ぬほど嫌いなんですよね。寒気がするんですよ。だからあまり鼻歌とかね、やっぱ俺お母さんが歌ってるところも嫌いなんですよ。あのなんかね、やっぱゴミじゃないですか、そんな俺たちなんかさ、その人の歌唱力に比べたら。なのになんか片手間にその本気でも歌わないです。俺たちゴミの歌唱力のくせにそれを本気で歌わない、片手間で歌うじゃないですか。それ最悪すぎないですか。本気でも歌ってないのにゴミみたいな歌唱力のやつが片手間に歌う地獄ですよ。だから俺お母さんとかにあんま歌ってほしくないんですよね。俺もあんま歌わないですし、歌ってるのを、その歌ってる直後がいいんですけど、それを見返したら、ああ、やっぱりいいものじゃないなって、もう気持ち悪いなとは思うようになったんで、あんまり人が歌ってるとこ見たくないんですよね。うん、あのね、可愛い女の子は例外ですけど、うん、やっぱ可愛い女の子最強だよね。現代の免罪符こと、可愛い女の子。ねえ、最強の免罪符だもんな、可愛い女の子って。大体何しても許されるんだよな。ああ、俺も金持ちになって可愛い女の子抱くか。可愛い女の子ね、もうね、その、抱きますよ。可愛い女の子を抱くために、金稼ごう、金稼ごう、金稼ごう。ああ。いやよいしょ。今日なんか食いに行こうかな。口臭いけど、どっか行こうかな。何しよう。あ、お尻かゆ、お尻かゆ。かゆいなお尻。ついついお尻かいちゃう。痩せなきゃなマジで。最近ダイエットもやめたんすよ。なんかもう生きてる心地がしなくてね。全然夜とか食べますから。今日の夜もめちゃくちゃ食いましたけどね。めっちゃご飯食いました。うい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 ひどいなこの雑談。はい、復活です。あー口臭いな。口臭い。いやメガネットワークさん、なんかあんま面白くなくなったよな。なんかいろんな人がつまんなくなってくるな。ゴリつまんないよな、あの人。もう終わってるよな。オワコンっていうか、普通にユーモアって死ぬんだなって思った。ユーモアはやっぱ生き物なんですね。俺もユーモアが死なないようにね、頑張っていかないといけないですよ、本当に。ユーモア死んだらね、終わりですから、マジで。ユーモア死なないように頑張っていきましょう。ユーモア死んだら本当終わりだからな。存在意義がね、大変なことになっちゃうね。ジョイ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 ジ
One that on that on the way And the wind is the wind And the wind is the wind あ、これも最悪だな。俺がね、もしこれ動画で見返したらもう歌ってんじゃねえこいつって。俺は面白い雑談してるのにその邪魔をするなってなっちゃうんで、やっぱ歌っちゃダメだな。それもちょっと片手間だしね。さっき言った通りね、やっぱね、人は歌っちゃダメなんですよ。雑魚は歌っちゃダメだね。ふぅ、あー、なんか食いたいもんあるかな。特にないな。まずかったけど出来たてのすき家食いたいな。マジんだ。出来たてのすき家食いに行くか。いや、ケンタッキーだな今日は。うん、ケンタッキーの甘辛ハニーチキンってやつと、食うことないな。あとは、あ、あとなんかフィレ肉サンドか。フィレ肉サンド食おう。それとツイスターでいいか。シャングリラ幸せだって叫んでくれよ、時には僕の胸で泣いてくれよ、シャングリラ。ララ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 。携帯電話を川に落としたよ、笹舟のように流れてったよ。ああ、ああ、君を思うと今日も眠れない。あ、歌うのやめよう。歌うのね、いいよね。歌っていいよね。音楽いいよね。音楽最高。音楽最高。うん、ちょっと面白かった今の。いや、そのただの大きな声の人だ今の。うん、アクセントがおかしい大きな声の人でしたね今の。あー、何しよう、お腹空いたな。何か食べようかな。家のもんで食いたいものなんかあるかな。ないな特に。お母さんの作ってくれたパスタあんま美味しくなかったんだよな。普通に麺硬かった。あんま美味しくなかったな。面白いよな。お母さん疲れてんですよね、仕事いっぱいしすぎてやばいからな。うん、すごいよな。ソフトよりはちょっと固めの自殺なんだよな。ソフトに死んでるわけじゃないんですよあの人は。お母さんはね、なんか結構ソフトよりはちょっと固めに死んでいるんで、死んでいっているんで、死んでるんで、ちょっと急な緩やかな自殺よりもちょっと急な自殺してるんでね。膝とかもすごい一時期痛いよって言ってたんでね、マジやばいと思いますし、今も痛いだろうし、もうね、なんか体爆発して死ぬんじゃないかな、バーンってなって。本当にそれくらい今大変だからな。うん、俺も風呂洗わないし、洗えりゃいいんだけどな。俺が洗えねえんだよな。俺洗わなきゃな。洗わないか風呂入らないか。風呂入りたいな。かゆ、股間かゆー。何これ、何すかこれ、何すかこれ、股間かゆ。陰気んたむしです。陰気んたむしっていいのねえ。いや、何しよう、マジ何しよう今日。ま、今寝るんで、ね、どうせ寝るんで、腹すかせたまま寝る。いやー、昨日ね、消費期限が10日過ぎた肉食いましたね。でも全然大丈夫だし、めちゃくちゃ美味しかった。手巻き寿司にして食いました。なんかカオス手まず手巻き寿司食った。それでね、うん、美味しかった。なんかね、肉のタレに漬け込んじゃえば肉ってうまくなんじゃないのと思ったら美味しかった。案の定やっぱそのね、なんか家で食う肉まじいなって思ったらね、タレに漬け込んでね、なかったんですよ。よくよく考えたらね、焼肉のタレってあれ漬け込み用なんじゃないの、あれ市販で売られてんの実はね。で、漬け込んだらすごい美味しかった気がする。うん、美味しかった。うん、
だから今度からも肉を焼くときは漬け込んでから焼こうと思いました。焼肉屋ギリ行きたくないな。ギリ行きたくないけど行きたいな。やっぱ焼肉屋行きたくなってきたな。なんかさっき誰か焼肉の何かを見た気がする。あーでも焼肉ケンタッキー。うんこ。最悪だ。うんこなんて言ったら食欲が吹っ飛んだ。汚いもんな、うんこ。チャンネルメンバーシップに起こってなんかさ議論してる人って何？議論中多すぎだよな世の中。そんなチャンネルメンバーシップダメか。まあ、ダメなわけないけど。490円ですからね。そんななんか490万じゃないんで。まあ、アホな金額取ったらそれはギャグになるけど、もうみんなギャグとか分かんないんだよね。それはギャグじゃないですかって。ねえ、そういうの分かんない。路上ライブ潰しの悪質ツイッターらに怒りの伝達。まあ絶対見ませんよ。こんなやつが載ってると。路上ライブを苦なしでやってる方をやらせたい。撲滅というと過激ですけど。テレビにも出て名前も出して言い方は良くないですけど、悲劇のヒロインというか最終的には自分のところに還元されてる。謝罪の意思はないなって言われてんだ。やばいな。やばいやつもいるな、世の中には。でもつまんねえやばいやつだからな。俺は面白くてやばい、面白くて優しいやばいやつになりたいんだよな。うん、なんかそのやっぱそのね、ただのやばいやつとか人に危害を加えるやばいやつって簡単なんですよ。そんなん誰でも思いつくから。だってニュースを見たことあるならやばいやつには誰にだってなれるんだから。ニュース、あ、犯罪ってものがあるんだって知った瞬間から誰でもやばいやつにはなれるんですよ。うん、でも面白くて優しいやばいやつにはねなるのめっちゃむずいんだよね。だからそっちの方がかっこいいしな俺は。てかそもそも面白いやつになりたいよね。うん、面白いやつになりたいよ。あ、面白いやつになる鍛錬ね。1日100万回ツッコミしてますけど。でもツッコミの練習1日1万回したことによって面白くはならないよね。でもそのエピソードもあんま面白くないな。1日1万回ツッコミするって何？ネテロじゃないんだからさ。うん、今日は何食べようかな。ケンタッキーかな。あ、お尻痛いな。お尻痛おじゃん。天空流お尻痛。シャングリーらしいおばさんだって。最悪のアレンジだ。ねえ。何しようかな。やることなんもね。笑っちゃうくらいねえな。 YouTube ランキング見るか。 YouTube ランキングの YouTube ニュースしか見てねえよ。それ以外のニュースなんか用詰め速報とかクソじゃん。あんな見なくていいでしょ。チャンネル波紋を広げるメンバーシップ。急に叫ぶよ。これから有料がもっと進んでたら、例えば10分まで見れて、これ以降は有料とかなっていきそう。ニコ生がそうだから。誰がニコ生と同じことすんで、バーカ。うん。ね、ニコ生とね、ニコ生と同じこと誰もしねえよ。そんな。あんなね、チャンネルは全然やりません。
そんななんか生き地獄みたいなことはしないと思うよ。金払えば最初から最後まで見れるっていうのだと思う。ここ平国か。動画から長いだけど、いつかメンバーシップで行ってたやつですねとか、メンバーシップの生配信で見てたやつがあるとか、本当に悔しくなりそう。いろいろ考えですけど、もしかしてウームからやれって言われたのかな。誰さえストック貯めないタイプの YouTuber だし、結構ギリな刺激に日常生活でこれがお二人がやろうって言ってやってるようには見えない。ファンだからこういう考えになってるのかもしれない。これ水溜りボンドに言うわけじゃないね。YouTube で無料で見れるから言うわけだって。有料サービス始めて YouTuber は何なの。有料サービス始めることで YouTube どんどん終わってきそう。うるせえなぁ。うん。YouTube も終わりの、いや、有料化しただけで終わりの道とか言うねん。何言ってんだお前ら。有料化したから離れるっていうその理論はないと思うんだよな。だけど今まで無料だったものが有料になったら離れると思うんだよね。うん。有料化したから離れるってわけじゃないと思うんだよね。単純にサービスの問題だからな。でも離れてんのかな。ニコ生は有料になったから離れてんのかな。なんていうの、単純でもあれニコ生の運営が悪いからじゃない。なんか変なやつ多いね。そのなんかチャンネルメンバーシップとで見たやつだとかいうのをコメントがね、この先出たとしたら悔しくなりそうって言ってたんでね。悔しくなるって なんで悔しくなるんだ。うわ見てなーってね、なるじゃん。じゃあ見ようってなる。なんでそんなマイナスなんだろうな、みんな。おかしくない。悔しい悔しいってこれがうわーってなるってことでしょ。ああ俺のちょっとね黄色い大バンデル歯が大葉見前歯が出てしまいましたが、まあそのなんだろうな、悔しいってなるんだみんな。吐いて、ああ歯が貧弱だからちょっと強めに噛んだだけで歯が痛くなってしまった、まあ、そんな感情を抱くんですね皆さんは。ね、俺は YouTube メンバーシップ入ったんで、まあでも、UM の人がみんな入ってるかってわけでもないんだけど、うん、メンバーシップってどうなんだろうな、今試験段階なのかな。だから、有名 YouTuber に使ってもらおうみたいな感じなのかな。夢の中でさえうまく笑えない君のこと、ルルルルル。俺は速攻で入ったね、水溜りボンド好きで。だって水溜りボンドしか YouTube の娯楽ないんだもん。面白いやつがめっちゃ増えてきた。ロケがすごいけど、拝見はマジで歯医者行かなきゃな、マジで。あ、なんか歯磨き歯医者行ってから2週間くらいしてないんだよ。見事してなかったんだよな。顔がか歯痛すぎて。あとで歯磨こう。マジ歯めちゃ痛え。空気にさらされるとめちゃ痛えよ。やだー、やだー、歯が痛えよーね。歯が痛えんだよな。なんで歯痛えんだよな。夢の中でさえうまく笑えない君のルルルルルル。携帯電話を、まあ、そのワンパンマンはもう原作版はやらないけど、なんかあれでしょ、もう隣のヤングチャンプで精力的にやってってくれるでしょね。隣のヤングジャンプがでストーリーを進めていくんじゃない。だってやっぱ見づらいじゃん、そんな原作と違うってなったらさ、なんか見づらくない。原作やることないと思うし、もう先生は
原作やる必要なさそうじゃない？寿司も食いたいな。寿司、ケンタッキー、マック、焼肉、ファミレス系全般最強の店ないの。俺寿司って言ってもあの回転寿司しか食いませんからね。うん、回転寿司好きすぎるんだけど、回転寿司は回転で流れてこないんだよな大抵。何やねでも好きなんだよな。てかそもそもなんかね、対面で注文するの嫌すぎるんですよね。喋りたくないしな。そんななんで飯食うのに喋んなきゃいけねえんだよってなるから。注文はまだわかんないけど、いちいち注文するのきついよな。だから最初、はい、でお願いしますって。それでいいのか。そっか、いちいち頼むからいけないのか。うん。サーモン8皿みたいな感じでさ。むちゃくちゃな注文してみよう、今度。そうだね、なんで1回ずつ頼むんだ。確かにもうバカだな。1回でさ、あれとあれとあれとあれお願いしますみたいに、いやいいのに、それを2皿ずつお願いしますみたいな感じで、いやいいのに。頭悪いな俺やっぱ頭悪い。あーでもよかった、うん、1回の勇気で全てが済むんだったら、見よこれが頭悪いぜ見よこれが日本だじゃないんだよ、見よこれが頭悪いぜ。わけわかんねえな。皆さんもねこういう大人を目指しましょう。今日何食おうかな。やっぱケンタッキーかな。辛口ハニーチキン食おう。なんとなく食おう。なんか他に食いたいな。あとツイスターとフィレチキンサンドだ。なんとなくフィレチキンサンド食うわ。でフィレチキンサンドの野菜ハイで、野菜やっぱまずいんだよね。野菜はやっぱまずいんですよ。まずいんです野菜は。うん、だってそのそういう店でうまい野菜は取り扱ってないじゃん。それうまい野菜はね、それ探しゃあるよ。うめえなって。うまい野菜とね、凄腕の料理師、料理人の力によって爆誕する最強の飯食ってみたいな。激うまの野菜とさ、その調理法、最強の調理法、最強の料理人みたいのでさ、めっちゃうまい野菜食ってみたいな。なんかめっちゃうまい野菜ないのかな。高いじゃなくてもいいんだよな。めちゃくちゃうまけりゃいいんだよ。うまくても安けりゃいいんだよ。だから俺は人参をそこそこ好きな理由はね、あれはステーキとかにさ、あの甘い人参あるじゃん、うん、あれうめえなって思ってさ。うん、ホリエモンさ、なんでキレてんだろうな、あんなに。あの素朴な質問、あの野菜食べてますかってめっちゃキレてんじゃん。面白いなあれ。面白いけど、あれホリエモンさんって言わなかったら全然統合失調症だもんな、あんな切れてんの。でも文脈とか知ってる、しっかりしてるから全然糖質じゃないよな。でもなんかなんだろうな、もうちょっとね、透明で見たら全然糖質だもんなあれは。これで訴えられたら俺の人生左右されたら嫌だな。そんなん訴えないでよってなるから。まあね、ホリエモンさんはやばい人なんだろう。本当に実際、そういうやっぱ炎上芸を狙ってんのかもね、そうやって。で、そしたらもうみんなホリエモンさんのインスタグラム見に行くじゃん。俺は見に行ってないけど。でも今見に行きたくなった。肉の写真見るよ。きりたんぽ、きりたんぽちゃんっていうか、普通に全然年上だからちゃんなんて言えねえんだけどさ。きりたんぽさん、きりたんぽちゃんはさ、あれだよね。めちゃいろんな美味しそうな食べ物の写真いっぱい載っけてるから。カモンナウ、カモン。むずいな、本気で歌えへんな。
最悪のエセ関西弁。あーもうなんかな、古田センサーにねなんかブロ解されてフォロリク通んねんだよ、腹立つな。なんでそんなことすんの、誰も得しない。いやお前は得すんのか。お前とか言ってるようなやつ一生フォロリク通んねえよ。いや極ムスさんもバリヤマさんもさ、目黒にはブロックされたしさ、腹立つな。なんで通されんだよ、おい通せ。いやちょっと後ろめたさがね、何も面白くないのに暴言吐いてるってなると後ろメタメタですよ。ホリエモンで出る、いえホリエモン、うわー本当にうまそうなもんじゃん。いいねいいじゃん、これはいいわ、うまそうな肉の写真、うわー本当にうまそうな写真だな。野菜中アンジが新米の書き込んで反応してくれるんじゃないかと一生懸命野菜食えとかカルシウム取るとか書いてるようだけどほぼ見てないから、お疲れ様。いいね、うわー美味しそうだね。すごいずっと言ってんね。いやいいね、美味しそうな写真いっぱい載っけてんじゃん。いいじゃん、めちゃくちゃいいじゃん。ソルトバイもいいしな。一撃で死んだ、一撃で。なんかあれ、俺はインスタグラム開いてたよ、普通に。ホリエモンで、あ、オタクじゃねえよ。ホリ、ああ、あったじゃねえかよ。エモン。いいね、美味しそうなもの見んのいいね。シャングリラ幸せだって叫んでくれよ、君は僕なので泣いてくれよ、携帯電話をどうしたよ。いやなんかエビチキン、エビフィレオとかさ、チキンフィレオのソースってまずくない？あれまずいよな。何なんだろうな。あ、考えてるやつ気違いだよな。人格否定をやめろ。いやでも本当になんであんな合わないソースか。でも合う、じゃあ合うソースなんだよって言われたら難しいね、確かに。あれに合うソース。でもエビはタルタルだろ、普通に。でもタルタルとバーが合わないな。絶対タルタルは入れてきたとは思うんだよな。だから無難なオールマイティっていうか、みんなが好き好むようなソースにしたんだろうな。うん、だから俺、照り焼きチキンフィレオなんですよね。うん。照り焼きチキンフィレオっていいなって思って、ソースがうまいんで。やっぱ大体食い物全部ソースで決まるからさ。大抵っていうかね、高くなきゃさ。高くないっていうか、超うまそうだよ。じゃないけど大体ソースだもん、うん、ソースが大体の味のねの担い手なんで。今日何食おうかなって言いながら寝よう。歯磨かなきゃな、口臭くなっちゃう。いやもう現にめちゃ口臭なんですけど、どうしようかな。お金使いたくないんだよな。カモンナオ、カモンナオ、アメ、オダブツ、ナマイダー。キングスガットミー、意外にいいね。意外にいいわ。ということでね、喋ることはまだまだありますが、なんとなくもう寝たいなって思ったんで、寝ましょうかな。最低だな。あ、加藤純一さんなんかめちゃくちゃ雑談してなかった？12時間雑談してたよね。何あの人。
で雑談のあれみんな届いてないしな、みんな雑談投稿してないの、あれ著作権の問題があるからかな、やっぱ著作権でさ、クイーンめっちゃ聞いてたりしてるじゃん、めちゃくちゃダメだよなあれ。でもニコニコ動画だから許されんだよな、あいな、あれ YouTube になったら普通にバンだもんな、てかバンっていうか収益化できないからね、はあ、YouTube タイムシフトかきついな。加藤純一さん突発枠だからさ、無料のやつタイムシフト見れねえんだよな。寝ます、理由は寝たいから、眠いから、寝た眠いから、しょい。